アランビック上流機による上流中世に描かれたアランビック上流機1606年に記された錬金術書に描かれた様々な形状のアランビックアランビックは2つの容器を管で接続した上流機、錬金術において化学物質を上流するために使用された。アランビックの語は一般的に上流装置全体を指して用いられるがより厳密には 蒸留されるべき物質を蓄えるフラスコをククルビットと呼び、その上部に被せる管のついた蓋のことをアランビックと呼ぶ。ククルビットの中の液体を加熱、沸騰されることによって生じた蒸気は頭部へと上昇して内壁によって冷却され、受けフラスコの中に降下する仕組みである。ククルビットと頭部を一体化した器具をレトルトと呼ぶ。アランビックの近代的な形は、 単式上流器であり、現代においても上流種の製造に用いられている。アランビックという語は、アラビア語で上流器を意味する、アルアンバイクから来ている。この言葉をたどればギリシャ語、ミューベータイオタクサイアンビックスに由来し、おそらくセム語派の言語に至る。シェイクスピアの戯曲には、リンベックという語形で登場する。フランス語形のアランビックは、 ニックの製造に用用いいらられれるる装置を指して用いられる日本では江戸時代に用いられた上流機に乱引きという名称が用いられた。アランビックを最も早い時期に使用したのはジャービルイブンイコールハイヤーンのような古代ペルシャの錬金術師たちである。アルラーッツイーもその仕事にアランビックを用い、上流について最初の科学的記録を書き残した。その研究は、 中世において、イブンシーナーや、ファーラービーラーイスラム教徒の錬金術師によって、広げられた。錬金術師ゾシモスによるアンビクス、ククルビット、レトルト。近代的な科学実験に用いられる、アランビック上流種の製造に用いられる大型の、シャラント式アランビック同性のレトルトユニコード U プラス2697には、アランビックのシンボルが含まれている。ありがとうございます。